トランスオミクス解析のためのパスウェイ可視化の自動化に関するトークを行います。理研の西田と申します。このトークでは大きく分けて、このスライドの3点を紹介します。まず、トランスオミクスとはですとか、多階層パスウェイの可視化とはといったことを紹介します。まず、トランスオミクス解析の具体例として、理研の由井克行さんたちの2014年の論文を挙げます。ちょっと大野先生の僕と重複する箇所が多いかもしれないですが、お許しください。で、この論文のタイトルは、端的にトランスオミクス解析がどのようなものかを表しています。タイトルを日本語訳すると、リン酸化プロテオームとメタボロームのデータからのインスリンシグナルフローの再構築となります。つまり、この研究会の皆さんがお詳しいであろうデータから、シグナル伝達系を再構築するといったことがトランスオミクス解析になります。スライド右の論文の、ユギさんの論文の図も上から順に説明します。まず、マルチオミクスデータから着目すべき分子を同定します。次に、それら分子間のインタラクションを相関解析で何か関係がありそうだなとか、そういったレベルではなくて、バイオインフォマティクスのデータベースですとか解析手法を駆使しまして、どういったタイプの制御関係があるかといったところまで踏み込んで絞っていきます。この論文の図で言うと、代謝酵素のリン酸化ですとか、アロステリック調節が、どういったタイプか、つまりトランスオミックなインタラクションになるかに相当します。最後に、ユギさんたちはその階層感を全く静的なトランスオミックネットワークに対して、システムズバイオロジーの手法を統合した動的な解析までも行われているという感じです。で、このかなり大規模な解析を行うワークフローが、ユギさんの行われたことなんですが、このトークはそのワークフローのうちの一部、今のスライドの赤囲みステップの可視化についてのみ言及するものになります。で、ユギさんたちは前述の可視化手法として、このスライドのような高い層のパスウェイ可視化を掲げられています。層の間をつないでいるネットワークが、ユギさんのトランスオミクス解析で再構築されたネットワークになるということです。で、このネットワークが持つ生物学的な意味を理解するために、この可視化が必要だと考えていらっしゃるというわけです。で、その理解のための可視化がなぜこれになるのかなんですが、その背景にはこのスライドの赤字の2つの原則を持たれています。一つ目の原則は、慣習的なパスウェイマップレイアウトでして、これはどういうものかというと、この図のようにパスウェイのネットワークが手玉のようなものではなくて、鉄道の地図のように整地されている、配置されているものになります。TCA サイクルが中央にあって、そこから分岐するように他のパスウェイが分かれているのが慣習的なものが示すものになります。このように配置されていると、XY 座標情報でそこにある分子の機能がわかるので、理解が深まるという感じです。また、代謝以外のシグナリングパスでも、ほぼ事情は似たような感じになります。次に、二つ目の高い層で表現するということなんですが、これはなぜ必要かというと、パスウェイにオミックス実験から得られた定量値をマップしてみるというのは、皆さんご存知かと思うんですが、トランスオミックス解析の場合は、見たいものは、それらマルチオミックス実験間の関係性なので、一つの平面にマルチオミックス定量値の情報をまとめてしまうと、パスウェイネットワークにマルチオミックス間の関係を混在させてみるというのは、ちょっと不可能なことなんで、また、パスウェイズは、先のようにその XY 情報が機能情報を持っているので、その情報を失うことなく見たいというわけです。なので、高い層でトランスオミックネットワークをつなぐというのは、必要があるというか、そうしたくなるのは自然と言えるかと思います。
そして最終的にこのような可視化がトランスオミクス解析には最善と井さんは考えるに至っているというわけです。以上をまとめると、その可視化に必要なソフトウェアの要求仕様というのはこの4箇条になります。で、この1には皆さんご理解いただけるし、まあ、これを、このソフトを使えばできるだろうというのは思い浮かばれるかと思うんですが、3、4はちょっとどうしていいかわからないと思われるのではないでしょうか。そんな中で由比さんが、詐欺の論文、2014年当時に用いられたソフトは、このバンテッドハイブというものになります。なんですが、このソフトはここ9年ほど開発が途絶えてまして、加えてこのソフトを用いた論文図の作成は、おそらく由比さん以外の方が行うのは非常に難しいと思われるものでした。そこで由比さんからお声掛けをいただいて、私がどなたでもその再現を行えるように、自動的に行えるようにするためのソフトウェアパッケージを作ったのが、このトランスオミクス2サイトスケープというものになります。トランスオミクス2サイトスケープは、バイオコンダクターという R 言語のソフトウェアパッケージ群中に含まれています。バイオコンダクターは、OS を問わずご利用いただけるかつ、再現性チェックに関するエコシステムを持ってますんで、ソフトウェアのインストールや用例の再現といったことでお困りになられることはないという長所があります。そして、トランスフォーミクスサイトスケープは、外部インゾーンネットワーク可視化ソフトとして、バンテッドではなく、サイトスケープというソフトを使っています。そのサイトスケープのワークフローを R から自動実行するものが、このトランスオミクス2サイトスケープになります。なぜこのサイトスケープを用いたのかなんですが、このソフトはケグパスウェイ、つまり慣習的なレイアウトを持つパスウェイのインポートを行うプラグインですとか、ネットワークの 3D レンダリングを行うプラグインを持っていたのでこれを選びました。また、近年のサイトスケープは、ワークフローの自動化に関する技術、R とか Python から操作を自動実行するという技術が進歩してまして、その点からも選びました。では、トランスフォーミクス2サイトスケープはどのようにご利用いただけるかなんですが、このスライドのフロントにあるウィンドウは R 言語で、バックにあるのはサイトスケープです。まず、いくつかのデータを入力して赤が囲みの Create3D ネットワーク関数を実行していただくと、ユギさんの論文の再現をしたいと思っているので、まずインスリンのシグナリングパスが1枚。で、グローバル対象マップが2枚インポートされていきます。で、そしてこれらがこのような 3D 空間中に配置されます。次に、トランスミックス解析結果 を入力として、create transomic edges という関数を実行してやると、このような、理想とするトランスオミクス可視化が得られるという具合です。この流れを図で表すとこのようになります。先ほどお見せした関数はこれらの赤がゴミになります。関数の出力、すなわち可視化結果は見ていただいた通りなんですが、この赤がゴミの入力データについてはまだ見ていただいていません。そのデータはこのようになっています。最初の 3D 空間を作るためのデータはこのようなタブ区切りファイルです。真ん中の列以外は説明不要かと思います。真ん中の列はパスウェイを表現するサイトスケープがインポート可能なデータ、もしくは KEG に関しては KEG のパスウェイ ID を指定していただくだけでインポートできるようになっています。そして次の入力ファイルはこのようなタブ区切りのファイルになってまして、最初の4列はトランスオミックエッジの始点、続く4列は終点の情報を記述します。各1行が各1トランスオミックス、トランスオミックインタラクションになります。で、3、4列目と7、8列目は何かなと思われるかと思うんですが、これは各パスウェイスのネットワークオブジェクトの属性値としてこういう値を保持するものを探し出してきてくださいと伝えるための情報で、例えばレイヤー3のノードで KEGID という
属性値が C00149 といった代謝物を探してきてくださいといった具合になります。で、この8列目がやっぱりおかしいんじゃないかと思われる方がいるかもしれないんですが、アロステリック調節の場合ですと、終点は EC ナンバーを記述するのが普通じゃないかと思われると思います。例えば、ブレンダというデータベースは EC 番号で整理が行われているので、このように、上記のようにデータを記述されたい方がいらっしゃるかと思います。ですが、先のように、KEG の反応 ID を指定、反応 ID を指定してたのは、KEG のパスウェイオブジェクトは基本的には属性情報として EC 番号を持っていないからです。でトランソミックネットワークの再構築というのは、この類の変換が頻発、変換の必要性が、必要が頻発します。でトランソミック2サイトスケープでは、そのような場合のための変換の関数も用意しています。以上がトランソミック2サイトスケープの紹介になります。最後に今後について、こんなことができたら良いなと考えていることを紹介したいと思います。で、そもそもの可視化を行う目的が何かと考えると、この2点に集約されるかと思います。で、トランソミックサイトスケープが満たしたものは、これらの一部に過ぎないという状況です。まあ、再現性ができたかなぐらいで、まだ 1A、2A とかが足りてないかなという状況です。例えば、この赤字部分、1A は、ユギさんはもっと踏み込んだことまで行われてまして、論文の、ムービーとしてこのようなもの、作られているんですが、これは、トップの層からどういったシグナルが伝わるかっていうのは、ムービーで作られているっていうことになります。結局、知りたいことは制御の流れなので、このようなムービーが見たいと。制御因子を指定したら、そこからどういう流れがあるかっていう動画を見たいと考えられています。で、この動画の作成方法も自動化したいと考えてまして、いろいろ検討中という状況です。次にインタラクティブ性が実はまだ足りてません。まあ、ぐりぐり見るっていうことはできるんですが、やはりまだ足りてない。で、最近の論文ですと、VR を活用してインタラクティブ性を徹底的に追求しているというようなものもあります。で、VR というと、ちょっと極ものかなと思われる方が多いかと思うんですけど、まあ、このようにソフトウェア技術は進歩してますんで、VR とまで言わずともですね、もさらにより良いインタラクティブ性の追求を行って、ユギさんのような研究者たちが何か新発見をできるようなことをサポートしていきたいと考えています。以上、本トークをまとめますと、このようになります。読み上げるだけになってしまうこともあるので、特に読まずに、まあ、このようになっておりますという感じです。で、本トークの詳細をご確認されたり、再現されたりと思われた場合は、メタボロミクス実践ガイドの、実践編3、データ解析7、パート7に、このトランソミクスサイトスケープの紹介をさせていただきましたので、ぜひご覧ください。あと、その前の6、パート6、パート8に、トランソミクス2サイトスケープがカバーしてない可視化ですとか、可視解析方法を紹介してくださっているパートもあるので、お勧めしたいです。で、本トークのソフトウェア開発はこちらの方々にお世話になりました。ありがとうございました。以上です。